バスガイド1年生の阿部かすみです。よろしくお願いします。バスガイド1年目の横尾さやかです。よろしくお願いします。バスガイド1年目の横川美咲です。よろしくお願いします。はい、それではね、案内の方はこちら、高文亭表門から始まります。じゃあ中の方入りましょう。階段が続きますので、昨日ねも張っておりますので足元に十分お気をつけくださいとご案内をしながらゆっくりね、ご案内してください。間引きっていうんですね。はい、ですからほらまだ皮が残ってるのもあるでしょ、タケノコの名残ね。はい、ですからこれがいつもですね280本、これに設定してあるんです。選定してあるんですね。はい、さあ今日はですね茨城交通株式会社さんのバスガイドの皆さんにお話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうバスガイドさんって言ったらさ、もうなんだろう、変なウキウキ感あるよねそれを今度6人も並べて俺話聞けるっていうのは最高でございますけど、今日一つ、高橋さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで今日はですね、はい、皆さんの研修、はい、まあ、偕楽園においての研修に、まあ、僕もちょっと同行させていただいてね、ありがとうございます。すごいんだなと。そうですか、結構どれぐらい勉強しなきゃいけないわけでしょ。そうです ね、 ね、はい、実際今日メインの研修される方っていうのはこの お三方。はい、そうです。はい、はい、間もなく2年生になる、うん、はい、1年生の3人なんですね、はい、横川さん、阿部さん、はい、横尾さんと、はい、そうです、の3名がメインで、高安さんとそれから小池さん、伊藤さんが、まあ、研修先生、はい、先生ということになるわけですね。拙い先生でございますけど、いや、あの、ただね、先生と言った瞬間にね、はい、伊藤さんがすごい笑顔されたんで自信満々なんだなっていう、はい、大好きなんですよ、はい、教えつるのが。そうなんです。なるほどね、はい、さっきは黙っちゃってるけどもお三方お母さん、ね、どうでした今日研修されてみて。はい、今日の研修で実際にやってみるとやっぱり少し足りない部分があったりと、うん、いうこともあって、うん、先生に教えてもらえたので、うん、それを本番に活かせればいいなと思います。実際今日もね、いろいろお話されてましたけど、ガイドされてたじゃないですか、はい、どのぐらい勉強したんですか。勉強はでも去年の12月の頃に研修をして、うん、そこから少しずつ勉強はしているんです、うん、はい、でも去年の12月からまだほんの2ヶ月ちょっとであそこまで、はい、勉強家なのね。ね、みんな苦笑いしてます。さあ、阿部さんはいかがでしたか今日は。はい、私は今日高文亭のメインに説明したんですけど、うん、やっぱり本番は表門から千駅台まで一人でやるということなので、うんうん、今日先生に教えていただいたことをもう一回頭の中で整理して、うん、本番に向けてもう一回勉強し直したいなと思います。うん、なるほどね。でも実際今日今ここでねお話伺ったのはその説明なさった高文亭の中でございますけれども、いかがですか。そんなところで座って喋っちゃってるっていうのは。すごいですすごいですよね。ねえ、奥ゆかしい感じなのね。さあ続いて、横尾さん、はい、いかがでございましたか。はい、私も千駅台を説明させていただいたんですけど、うん、あの先生からもうちょっとこう指を指してこう分かりやすく説明した方がいいよっていうアドバイスをいただいたので、うんうん、それを次に生かしていきたいなと思います。なるほどね。高橋さん、やっぱこういう所作とかも気をつけて指導なさって。そうですね、実際現場に、うん、いつも1年生と一緒にいるっていうわけではございませんけど、うんうん、やっぱりせっかく勉強したものなので、うん、お客様方にここはご案内したいっていう思いがあれば、うん、必ず手振り身振りっていうのはつくわけなんですよね。ですからそれをやっぱり気持ちを込めてご案内するようにというのは常々、うん、はい、なるほどね。やっぱ同じ指導官として、小池さん、はい、どういったところを気をつけるようにって指導されてます。行き先々の、うん、まあ
道路状況とか応じて、うんうん、あ交通、うん、状況ってですか、状況ってですね、うんうん、お客様安全に、うん、あお連れするっていうことも一応研修の一つだったんですね。ということは、まあまあ、トークの台本があったとしても、はい、アドリブでなおかつ安全にということを意識しなきゃいけない、はい、うん、俺らの仕事より大変だよこれアドリブで喋ってるだけですからね素晴らしいな。あの伊藤さんは、はい、どうですか、どういったところを気をつけるよ。私は、やっぱり笑顔ですかね。さっきからすごい笑顔されてるんですよねうちが楽しくしてないと、うん、お客さんも楽しくないので、うん、笑顔で、うん、あの明るくいられるようにいつも気にしています。なるほど、はい、そういう部分でやっぱ新人のお三方で表情がまだ緊張されてるのが硬いって感じがありますね、はいはい、これがやっぱ伊藤さんみたいな自然な笑顔になるとこれ高橋なんかもう目いつもこう触ってますもんね。そうですか、うん、すごいな。 ありがとうございます。しっかり染みついちゃってる。そうですね、はい、さて、あの今日も偕楽園で研修をされて、はい、まあ、いろんなこう要は偕楽園をガイドされてたわけですけども、はい、そうです。なんか行われるんでしょうかね。そうなんですね、うん、もう間もなくなんですが、はいはい、2月の20日から、うん、3月の31日まで、うん、119回梅まつりがございますので、はい、一番この茨城水戸が賑やかになる季節なんですが、うんうん、その時には私たちも、うんうん、あの県外のお客様方にご案内できればということで、はい、まだあのそんなに浅いんですけどね、うんうんうん、はい、今年も、うん、あの水戸駅北口から、はい、あの路線バス、うんうん、乗りまして、うん、路線バスに私たちが、うん、あのもうお客様方と一緒に乗り込みましてね、はいはいはい、それであの表門からこの一番眺めのいい千駅台まで、うん、よかったらご案内にお付き合いいただければということで、あのいわゆる、まあ、あのバスガイドさんが乗られる観光バスではなくて、観光バスではなくて普通の一般路線バス、そうなんです、そこはちょっとにお一人お一人乗られて、そうなんです、ガイドしてもらって、なおかつ偕楽園着いてからも一緒に、そうなんです。まあバスの中はそれほど、うんうん、あの本当にこの偕楽園目的じゃないっていうお客様方も乗車してる可能性ももちろんありますので、普通の本当にもう、はいはい、ですから、はい、ここまで観光バスのようには、うんうん、私たちはそんなにお話はできないと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりあの一番終点のバス停の偕楽園、あの時矢神社前より手前の、うん、この表門のところなので一つ手前なんですね、うんうん、ですから、まあ、ちょっとその前に、うん、これこれこうで私たちは表門からご案内させていただきますがっていうことで、うん、それで初めて会ったお客様方が一緒に降りていただかないといけないっていうことなので、もうそこが、ね、降りていただけるかどうか、うん、ツアーバスじゃなくて、そうなんです、本当にもうご夫婦だとかカップルだとかご家族で来た方がそこで一緒になって降りて、皆さんのガイドを受けながら偕楽園を楽しんでもらう、はい、ですからそこで降りていただけるかどうかっていうところが、ここの見せ所なんですね責任重大だよ、そうなんですよあのガイドさんが一緒に行かれるところは、まあ、いやらしい話ですけど、はい、料金の方ってのはもう無料です。え、じゃああのいわゆる交通運賃だけで、もちろんです、整理券もらって、はい、交通運賃払ってそれで OK、 はい、そうです、で解除してもらえる、はい、いいね、これ毎日運行される、そうですね、そうなの、はい、ほぼ毎日、はい、ただあの、うん、やっぱ天候にもよりまして、うん、あの雨が、ね、広く降っている時とかはもうちょっと中止ということになってしまうんですが、なるほど、じゃあ、まあ、はい、天気のいい日であればもう確実に、はい、乗ってらして、はい、これなんか時間決まってるんですよね、はい、はい、そうなんです、また後でも、ね、ご案内していただくんですが、うん、他の会議ね、うん、10時26分、うんうん、こちら の定期バス偕楽駅の、はい、そうです、はいはい、それに乗るとガイドさんの案内がついてくる、これはもう利用するしかないですよね、じゃあぜひあのじゃあ新人さんに言ってもらおうかな、じゃあ安倍さん、カメラに向かってこれご覧の皆さんにぜひご利用くださいという旨をガツンとピンに大きな声でね、カメラ目線でいいですよ、最高の笑顔で手もつけちゃってぜひご利用くださいいいね、いいね。そしてなんかお得な切符があるって伺ったんですけども、はい、水戸漫遊1日フリー切符がございまして、大人400円、子ども200円ということで、偕楽園の
方にお越しの方はぜひこちらのフリー切符をお求めください、うん、そして、まあ、あの期間中ですね、うん、2月の28日から3月15日まではですね、うんうん、10時26分のバスにガイドがつきます、うん、はい、ぜひお越しください。はい、なんかすごいですね、入館料割引とかにも特典がついているということで、これお得でございます。この切符ぜひご利用いただきたいと思いますね。まあ、この本当にこの水戸の梅祭りの期間、はい、皆さんもお忙しいと思いますけども、はい、素晴らしい笑顔で、はい、素晴らしい手振りで、はい、ぜひとも素敵なガイドをして、はい、もう県外からいらっしゃる方をおもてなししていただきたいと思います、はい、というわけで今日はですね、茨城交通株式会社のバスガイドの皆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。